Też. O! Kurde gadać.私は、個人ではみなさん、こんにちは。私は、井上慎吾です。本日はこのバスをお伝えしまして、北九州市議会のご報告に参りました。私、井上慎吾、八重洲市役所の代表する市会議員5人のうちの総務です。地域で皆さんから扱った意見要望を踏まえて、 議会制度論争し、その実現の場に、また、市民皆さんの生活と営業、また健康などの機会と浸透する決意です。本日は、私、井上慎吾が毎週発行しております、議会報告ニュース、新語対立第16号の内容に沿ってご報告をいたします。私は、6月の 全体質問で、今回、一般質問を行います。その中で、今日ご紹介した具体は、北九州市内にお住まいの、米中外国人に対する、司法関係権を主張するよう、そういった質問を行います。現在、北九州市内には、過去4年に、強制連行され、米中 入国撤去を持っていた方、その後、日本の配線によって国籍を失った特別永住資格を持つ特別永住者の方、約6000人、その他、仕事などの永住資格を持つ市民が1000人以上住んでおられます。中には、町内会長を退職する方もいらっしゃいます。しかし、命令などの一定の義務を果たしているにもかかわらず、 選挙権などの反省権が与えられております。私は本当に、盛り上げて、北九州市に対し、普通の結構90、30秒、実際の賞を委員は12人が選挙するとなっています。入国的の運を行っていません。会場会も、選挙権の委員は審査内とっております。 の担当は、この、政治大学に対する、地方反省権については、選挙権だけでなく、非選挙権も、補正を超えるべきと考える、公開という議論を国会に提出します。私は、この問題で、北九州市が、政府に対し、こうした、法律の改正で、地方反省権を認める、法律の改正を、 政府に対し求めるよう求めてまいります。今の北九州市長は、国会議員時代に、永住外国人に対して、選挙権付与を求める事案を提出し、国会で提案義務の説明をしております。今日は、国会から、国会議員時代から、総理になっています。改めて、この中心を、私の政府は、議会を取ります。 政府に行動する立場で、国会議員と立場が必要なので、国会の主要を支持することで、議会を通じ、政府に対し、要望することを拒否しております。私、政府が、 地方市の発展のためにも、地域の住民の皆さんの声が、正義反映される。それなりにも、また、入国手続きを持っていなくても、地方市会の場で、地方を持たず、地方生活に反映していくということが、重要であると思います。それでは私、日本政府は、今後、北九州市が、住民投票同様を求めるべき、 いわば、政治の市民皆さんの意見を直接、政治に反映していく、こうした住民投票の条例を作るときは、この全員、永住外国人の方の
先週でメイク3を機械で働きつけてです。今回は、メイク対策に対する機能管制権を保障するよう求めた、また機能シードの6月機械での質問をご紹介をいたします。今後も、メイクの皆さんの願い、容器を積み上げていきたいと理解で奮闘する決意です。最後に、地域の要望をご紹介をいたします。先月、産業バイパスと、スペースワールドを交差する西山町一丁目道路沿いで交通事故が発生をいたします。この西山町一丁目で交通事故は、過去にもあり、また、事故を見つけ、そうしたことが非常に危険な行動になっております。私の言うことは、この日常の実践で行動が非常に交通量が多い交通量であり、また、交通の仕方が若干、角度が違っており、特殊車と Z が、物体の形成が高いことを含めて、昨日、ヤードステップ役と町づくり政治家に対し、現地を先に地図を超えて、心の心を、行動の安全対応を求めて、今、交渉をしております。何度か、この地元、対応を控えた行動でも、一生の実行の行動の安全性が確保され、交通事故の減少をまた、経験が得るように、これからも、地域の声、これから皆さんの容器を積み上げて、しっかりと、人を交渉してまいります。どうぞ、地域に対する、どういう要望をございますか、私、ようやく度までお声をかけてください。私は、京都西山町、山頂目に、文章を構えております。平日、9時から4時まで、空いています。どうぞ、突然、お声をかけていただきますことを心よりご案内いたします。また、あさって水曜日午後6時半に、私の講演で、弁護士を抱いての無料の法律討論会を行います。全員、お電話していただき、また、取り込みでも構いません。弁護士が来ますので、どうぞ、ご利用ください。以上をもちまして、私、立ち上げていただき、日本共産党の全員チームの議会報告を終わります。ご清聴、ご協力、ありがとうございました。